おはようございます、おはようございます。ヘルチャンネルの時間でございますよ。さあ今日はですね、ちょっと短い動画をですねお届けしてみようかなっていうふうにですね思っております。何かって言ったらですね、今おじさんはですねいつもの撮影スタジオに来てるというわけなんでございますが、ちょっと歩いてみるね、面白いものがですねあるというわけでございまして、皆さんにですねご披露してみようかなっていうふうにですね思うわけでございます。ちょっと早歩きしてみようか、体力使うけどね、ゆっくらしょという感じで歩いていきまして、道路に出てきて左を見るとですね鹿が立ってるというわけでございます。もうねうちの近所はねこうやってね鹿だらけだというわけでございます。あー鹿が逃げていったというわけでございまして、ちょっとね皆さんにいい商品をですね今からご紹介してみようかなっていうふうにですね思います。そのいい商品とは何かって言ったらですね、鹿よけの笛、こいつ以前にもですねご紹介させてもらったことがあるんですけど、こことそしてですねここにですねくっついてるんですよ。でどっちかがですね低周波を奏でて、そしてどっちかがですね高周波を奏でるっていうですね、そういう笛がついております。時速がですねある程度乗ってきたら風が入って、そして風が入ってそういう周波数をですね発する笛だというわけでございます。山なんか走っていましたらですね鹿がですねものすごく出てくるんですよ。でこいつはですね鹿よけとは言ったんですけど、鹿がですねよけてはくれません。鹿が止まるっていう性質上をですね持っております。鹿さんがですね、え何の音何の音ピタッみたいな感じでですね止まるというですねそういう一品でございます。だからおじさんですね四国を走っていた時に道路の真ん中にですね鹿ちゃんがですね突っ立っていてですね、こいつの音聞いたんでしょうね、道路の真ん中に突っ立ってたんだよな、あれはですね非常にですね危険だったというわけなんでございますが、まあねこういうものもですねつけておいたらですね一応お守り代わりにですね鹿よけの笛っていうものもですねいいんじゃなかろうかなっていうふうにですね思っております。今後はですねこいつもですね V ストロームなんかにもですねつけていこうかな。スーパーカブはまあ大丈夫か、そんなに山の中走らないから、 V ストロームにはですねこいつですねつけてみようかなっていうふうにですね思っております。概要欄にですねこいつの URL、 Amazon の URL を貼っておきますので、鹿ちゃんがですねいっぱいですね飛び出るようなところをツーリングするあなたはですねこいつをですねぜひともですねおすすめするというわけでございまして、本日の動画を終了させていただきます。ではでは。